じゃあ一次面接受けに来たんですよ。え、面接、就活です。うん、あ、これですか。いや、なんか苦しくて。面接の時はちゃんとするんで。はあ、どうぞ。長所は何ですか。根性はあります。あと気合いも。そこら辺のやつには負けないですね。あ、そうですか。はい。学生の頃は何に一番時間を使ってましたか。あー、喧嘩っすかね。喧嘩。あ、いや、喧騒の中をよく歩いてました。あ、そうですか。何やねん、ご縁がないって。無理無理でも作るよ。もうええか、さっさと出せよ。いや、勘弁してください。あ、何よっさん。痛い目見ないと分かんないわけ。いや、もううっさいねん、お前。別のとこでやるよ。あ、何よ、お前。しゃしゃり出てんじゃねえよ。おい、おい。あ、この人、新庄さんたちと一緒にいなかった。あ、新庄。ああ、マンバンの。もう知っとるけど。何よ、お前ら怖い。やべえ。行くぞ。あ、何、ね、気悪。こっちゃんさ、アホなん。いや、こんな時間に一人でおったらそれは絡まれるやろ。あ、そうなんですか。あ、何、ここら辺じゃない。あ、僕はもうちょっと上の方で。ああ、いや、やとしてもよくニュースとかでやってない。ここら辺めっちゃ治安悪い。ああ、そういえば詳しいですね。まあ、たまにはやからな、ここら辺。そうですか。うん、何やねん、もうええやろ、どっか行けよ。あ、え、あ、いや、さっきのでちょっと足を切っちゃってね。まっさげないの、おっちゃん。まあ、これぐらいなら全然。アホやな。そういうのがわかんない。じゃあ待っとけ。え、ほら、いろいろ入っとるから、それで消毒しとき。あ、まあ、さすがに手当てまでしやんで。あ、いや、もちろん。ありがとう、なんて言ったらいいか。うん。優しいね、君は。なんでお前、気色悪いな。あ、なんかゲイか、お前。俺そっちちゃうで。あ、いやいや。今は、学生。うん、そう。なんでスーツなの。就活じゃ、就活。ああ、就職活動。ああ、もうやめるけど。ああ、じゃあもう決まったんだ。いや、別に決まってないけど、もういいかなって。会社員とかやれる気しやんし。そう、じゃあ何を。さあ、バイトとか、まあ知り合いの工場とか、仕事なんていくらでもあるしな。でも君は会社員をやりたかったんじゃないの。だから就職活動。なんかメンタリストか。もうええねん別に。どうして。あ、やりたいことだったんでしょ。どうしてやめるの。いや、その程度ってこと。君のやりたいって気持ちは。なんやねんさ。聞かせてよ、その程度ってこと。やりたいけど向いてないし。やってもないのに分かんないだろ。君に覚悟があるなら明日の正午ここに来なさい。は、じゃあ。おい。